人、物、金をテキサスへ、 CC ライブのループです。私は今カリフォルニア州レドンドビーチピアに来ています。これから本田健さんの英語による講演会に参加します。前回日本で健さんとお会いした際に、ぜひ来てほしいとおっしゃっていたので、テキサスから飛んできました。健さんの英語の講演会というのは初めてなので楽しみです。今回の私の YouTube 動画は、山中俊之さんの記事、ルビゴン川を渡った FBI、 トランプ邸家宅捜査の後に考えられる3つの展開を紹介します。下にこの記事の全文のリンク先を貼っておくので、ぜひご一読ください。山中さんとは約5年前から知り合いなんですけども、彼が今年の2月にダイヤモンド社から出した新刊、世界96カ国で学んだ元外交官が教えるビジネスエリートの必須教養、世界の民族超入門の Amazon のリンク先を貼っておきます。この本分かりやすくてとてもためになるので、ぜひご購入ください。そんな山中さんの記事、アメリカ大統領経験者の、対してですね、前代未聞の家宅捜査、これを FBI はルビコン川を渡ったとしています。ルビコン川を渡った、多くの皆さんはご存知と思いますけども、知らない方のためにちょっと説明するとですね、これは後戻りの効かない道へと歩み出す、その決断をするという意味なんです。一線を越えるとか、背水の陣を敷くという意味でも使われています。これは古代ローマのユリウス・カエサル将軍が、彼は属州のガリアなどを治めてたわけですけども、イタリア本土のこのルビコン川を6000の兵を持って渡ったという話なんですね。将軍が軍を連れてこの川を渡ることは禁止されていて、死刑に値されます。それをあえて決断して行ったことによって、この後、ローマ帝国が誕生する流れになりました。そんな話なんですけども、山中さんはこの今後の展開予測として3つ挙げています。1つ目は、トランプの支持者がかえってですね、トランプに対する支持を強める、民主党バイデン政権はここまでこの卑劣なことをやるのかということで、実際この FBI の家宅捜査があった後に、取った世論調査では、11月の中間選挙には必ず投票に行くと、トランプの支持者は言う人が増えています。この間も、ワイオミング州で、最有力候補と言われていたリズ・チェイニー、彼女が反トランプということで大敗を喫しましたね。これもその表れだと思います。11月の中間選挙、そして2年後の大統領選挙に向けて、トランプ支持者がどんどんと結束を固めていくという流れを作るというのが一つです。2つ目は、司法が政治を左右するこの異常事態ということを挙げています。アメリカは大統領制を取っているので、三権分立というのが、これは守らなければいけないことなんですね。司法権というのは連邦最高裁判所を頂点として、その裁判所に属している FBI などは、この司法の準じているという立場なんです。それに対して、私はそう思っているんですけど、もし大統領やこの政権が、司法権に介入したということが明らかになれば、これは、職権乱用ということで、大統領弾劾事由になり、大変なことになりますね。それをしてしまったというのが一つ。で、もう一つは、この政治的暴力、これが頻発しているということです。実際、あの家宅捜査の後に、FBI には多くの脅迫電話が、来たりとかですね、あちらこちらでいろんな事件が起こっています。
そういった中で、ビジネスパーソンとして、日本人のですね、これら政治的な暴力に巻き込まれないように、細心の注意が必要であると山中さんは言っています。そのためには、政治的集会に距離を置くとしているんですね。あとは何かその広告を出す場合、民主党、共和党、両党支持者の意見を聞いて反対が起きないような気配りが必要だとされています。山中さんは記事の最後に、今回の FBI の家宅捜査は日本人にも米国人との付き合い方に大いなる教訓を与えてくれる事件であると締めていました。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。